こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、演算は限りなし癖早々です。これは摂政儒庫に出てくる言葉で、癖眼録第20則に対する摂政十賢の詩の第3第4句で、対するに耐えたり母運の帰って、今だ合せざるに演算は限りなし癖早々の一部です。眺めるに値するのは夕日に映えて数辺の雲が流れていき、遠くの山が青々と幾層にも重なって見える情景です。悟りをも捨てた境地になぞらえています。それでは今から演算は限りなし癖早々を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。